どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルの Q3 新プロモーション解説ということで、新しいですね、プロモーションがやってまいりましたので、こちらの解説ですね、やっていきたいなと思います。ということで、Q3 新プロモーションということで、久しぶりにですね、マリオットボンボイホテル全会員向けのね、プロモーションがやってまいりました。で、2021年ね、6月末までですね、SPG アメックスね、ありますよね。このクレジットカード。新規入会キャンペーンがですね、パワーアップしていた関係で、最近発行された方はね、結構多いと思いますので、今回ね、詳しく解説ね、やっていきたいなというふうに思います。でですね、今回のこの Q3 のプロモーションですね、宿泊すればするほどですね、ポイントをもらえるプロモーションというふうになっておりますので、今後ね、マリオットボンボイホテルね、宿泊予定されている方、またですね、プラチナチャレンジね、検討されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。またね、お得なマリオットボンボイホテルもね、ありますので、こちらもね、簡単に紹介していきたいなと思います。それではね、早速プロモーションの内容ね、入っていきたいなというふうに思うんですけども、マリオットボンボイホテルの Q3 プロモーションですね。こちらですね、滞在ごとに1500ポイントなどボーナスの獲得のチャンスということで、まあ、ちょっとね、無理やり日本語に直してる感じで変な感じになっておりますけども、スクリーンを見るのをやめて、さあ出かけましょうっていう感じですね。で、こちらのね、プロモーションの詳細なんですけども、宿泊期間がですね、2021年の9月の14日から2021年の12月の12日というふうになっておりまして、この動画がね、出ているのが2021年の9月の1日ということで、このプロモーションですね、約ね2週間後から始まるプロモーションという風になりますんで、まだ始まってないので、この点をね注意していただきたいなと思います。で、エントリーがね必須のキャンペーンという風になっておりまして、またね、エントリー期間が2021年の11月の28日までにエントリーが必須っていう風になりますんで、もしですね、この動画見られている方はですね、エントリーね、もうできますので、ね、概要欄にね、公式サイト載せておきますので、そちらからね、エントリーね、しといていただければなと思います。で、今回のね、プロモーションの特典なんですけども、1滞在ごとに1500ポイントがね、もらえるプロモーションという風になっておりまして、またね、ポイントの獲得上限はですね、ないっていった形になりますんで、宿泊すればするほどですね、ポイントがもらえるプロモーションっていった形になります。で、ポイント付与なんですけども、滞在後7日後以内にね、付与っていった形になります。で、このプロモーションはですね、支払い方法が有償のみという風になっておりまして、マリオットボンボイホテルにはですね、有償の支払いとポイントだけのね、支払い、ポイント無料宿泊ですね、それとポイントと現金ですね、この組み合わせのキャッシュ&ポイントっていうね、支払い方法があるんですけども、今回のプロモーションは有償のみという風になっておりますんで、ポイントでね、滞在した分であったり、キャッシュ&ポイントでね、宿泊した際はですね、このプロモーションね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。またね、予約自体はですね、マリオットボンボイの公式サイトのみっていう風になっておりますんで、楽天トラベルとかですね、ヤフートラベルといった外部サイトを経由して予約した場合ですね、このプロモーションね、適用にならないっていう形になりますんで、公式サイトのウェブ版、もしくはマリオットボンボイのね、スマートフォンアプリでね、予約するようにしてください。で、対象ホテルなんですけども、マリオットボンボイホテルのロイヤリティプログラムに加盟しているマリオットボンボイホテルであればね、すべて対象っていった形になりますんで、日本国内で言うとですね、ニセコにあるリッツカールトンリザーブっていうね、ホテルがあるんですけども、こちらはですね、このマリオットボンボイホテルのロイヤリティプログラムにね、参加しておりませんので、こちらはね、対象外っていう風になるわけなんですけども、それ以外のね、日本国内にあるマリオットボンボイホテルであれば、こちら対象っていった形になります。ということで、こんな感じのね、Q3 新プロモーションということで、まずですね、今回のこのプロモーションですね、注意していただきたいのは、エントリーがね、必要っていう点ですね、確実にね、エントリーしてからですね、利用していただきたいなっていう風に思います。
で、エントリー自体がですね、こちらね、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、そちらでね、やっていただきたいんですけども、こちらね、できない方もね、中にはいらっしゃるそうなんですよね。ですので、もしね、エントリーできない方はですね、マリオットボンボンホテルのね、デスクに電話していただいて、こちらね、エントリーしていただければな、というふうに思います。で、電話番号はですね、概要欄に載せておきますので、電話していただいて、エントリーね、していただければな、と思います。ちなみにですね、スマートアプリにもですね、このプロモーションっていうのは基本的に出てくるんですけども、現時点ではですね、ちょっとね、確認することができないっていった形になりますので、プロモーション来てない方に関してはですね、デスクでね、エントリーしていただきたいなと思います。それでは次にですね、今回のこの Q3 新プロモーションっていうのはですね、マリオットボンバーホテルに1滞在すると1500ポイントがね、もらえるプロモーションっていう風になっているわけなんですけども、こちらですね、オールインクルーシブリゾートをね、利用すると、さらに3000ポイントがもらえるねプロモーションっていう風になっておりまして、こちら両方利用するとですね、1500ポイントと3000ポイントということで4500マリオットボンボイポイントがね獲得することができるプロモーションっていった形になるんですよね。で、このオールインクルーシブリゾートって何ですかっていう感じだと思うんですけども、マリオットボンボイホテルにはですね、このオールインクルーシブリゾートっていうねホテルがあるんですよね。で、こちらもですね、公式サイトがですね別にありまして、こちら公式サイトなんですけども、このオールインクルーシブリゾートっていうのはですね、日本にはないんですよね。基本的に全部海外っていった形になるわけなんですけども、対象のねホテルが公式サイトねこんな感じで、メキシコだったりブラジル、ドミニカ共和国だったりジャマイカ、カンクン、メキシコいた形で、こういったところにですね、このオールインクルーシブリゾートのマリオットボンボイホテルっていうのがですねあるわけなんですよね。ですので、こちらに滞在するとですね、1滞在ごとに3000ポイントをねもらえるっていった形になるんですよね。プロモーション自体はですね、宿泊期間も同じっていった形になっておりますんで、2021年の12月12日までにですね、こちらのホテルにですね利用していただくと3000ポイントがねもらえるっていった形になるわけなんですけども、海外ということでハードルはねかなり高いかなというふうに思うわけなんですけども、マリオットボンボイホテルに1滞在すると1500ポイントっていった形で、オールインクルーシブリゾートにね利用すると3000ポイントがねもらえるプロモーションといった形になるんですよね。こちらもですね、気になる方はね、公式サイトを概要欄に載せておきますので、そちらね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。おそらくね、かなり高いホテルなんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですよね。私もね、まともに料金とか見たことないんですけども、おそらくね、かなり高いのではないのかなというふうに思っております。それでは次にですね、お得なホテルのね話なんですけども、先日ですね、私の動画のねコミュニティ欄っていうところがあるわけなんですけども、ぜひね私の動画のチャンネルね見ていただいている方はですね、そちらもね結構私そこツイッターのつぶやきみたいなところなんですけども、結構ね更新しておりますので、ぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、まずですね、先日も紹介してきたこちらですね、モクシー京都2条ですね。こちらはですね、3泊で宿泊をね検索していただくと、こんな感じでですね、200以上で1泊ゲット 33% ディスカウントということで、こちらですね、2泊分で3泊目無料っていうね、こういったパッケージプランがですね出ているんですよね。で、こちらはですね、3泊で検索するとね、こちら出てくるっていった形になりますんで、2泊分の料金で3泊ねすることができるということで、かなりお得ですよね。特にねプラチナチャレンジね利用されている方であったりですね、ホテルでねお仕事できる方ではですね、かなりいいのではないのかなというふうに思いますよね。ぜひね、公式サイトこちらもね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。先ほども言ったと思うんですけども、こちらね、3泊で検索しないとこちら出てきませんので、1泊2泊とかでね、検索すると出てきませんので、この点はね、注意していただければなと思います。それでは次にですね、2021年6月28日に開業したアロフト堂島っていうね、大阪にあるホテルなんですけども、こちらね、価格がかなり
率下がってるんですよね。こちら9月10月のね料金一覧なんですけども、こちらねサービス料と税金が入ってない金額で9450円ということで、税金と手数料全部入れてですね11435円っていった形になってるんですよね。こちらもねかなりお得っていった形になりますし、まあ、土日もねこの料金っていう風になりますんで、こちら宿泊ねしてみたいなと思っている方はですね、かなりねチャンスではないのかなという風に思います。またですねこちら会員限定のオファーということで、本当にね差額を1300円ぐらいね支払うとですね、こういった感じの3000ボーナスポイントっていうね、こういったプランもですね発売されているっていう風になりますんで、こちらもねぜひねチェックしてみていただければなという風に思います。こちらね普通に宿泊するより、この3000ポイントのボーナスポイントがねプラス1300円だったらですね、こちらをね利用した方がねかなりお得なのではないのかなっていう風に思いますので、気になる方はですねこちらもねぜひチェックしてみていただければなと思います。ということで今回ですねマリオットボンボーホテルね Q3 新プロモーション解説ということで、久しぶりにね全会員向けのねプロモーションが来ましたね。宿泊期間がね12月の上旬までということで、年末年始はね利用することができないので、この点はちょっと注意が必要ですかね。またね1滞在っていうねこのカウントですね、今回のプロモーションもそうなんですけども、1滞在で1500ポイントっていう風になりますんで、この1滞在っていうのはですね1泊2日で1つのホテルに宿泊すると1滞在ですよね。ですけども1つのホテルに2連泊しても1滞在なんですよね。ですんでこのチェックインからチェックアウトまでが1滞在っていう風になりますんで、この点はね注意してください。で2泊するときにですねチェックインしてチェックアウトで、チェックインしてチェックアウトみたいな感じで、同じホテルにチェックインチェックアウトを繰り返したとしても、これもね1滞在っていうカウントになってしまいますんで、もしね2泊でこの2滞在ね稼ぎたい場合は A ホテル1泊 B ホテル1泊みたいな感じでホテルをね分けなきゃいけないので、この点はね本当に注意していただきたいなと思います。何連泊もしてですね、これで何滞在だ何ポイント稼げるっていった形でね思ってて、実はね1滞在っていうカウントになってしまうとね、かなり残念な思いすると思いますので、このね1滞在っていうカウントについてはね注意していただきたいなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私フォローツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。